ます。切るところ注入しますね。この辺。はい。余分な皮膚も取り除きました。眼球の中に入れて。入れてますよ。はい、それでは本日二重手術と唇のヒアルロン酸注入を行っていきます。二重手術は2通りあって、糸で縛って二重を作る埋没法と、もう一つは二重のラインを切開して二重を作る切開法がございます。ダウンタイムは埋没法が1週間ぐらい、切開が10日間ぐらいですね。どちらになさいますか？切開法ですね。はい、わかりました。消毒を行います。消毒しましょうね。こちらも先に麻酔をします。しますね。まずはここ。チクッとします。ないように麻酔を入れて、もうちょっとですよ。これは少し痛いですね。れで麻痺してきますからね。その間二重のライン決めていきます。二重の幅は広めと狭めどちらがよろしいですか？広めですね。はい、それではこの辺、この辺り、これはちょっとこうかな、違うな。じゃあカットしますね。すぐ終わりますからね。眩しくなります。取り除きました。腫れぼったい脂肪も取っておきます。専用の器具で二重に切ったところを縫っていきます。眼球の中に入れて次、こちらもカットしていきます。取れました。中の脂肪も抜き取ってますね。これでしばらくの間固定しておきます。柔らかめのヒアルロン酸です。顎とか額に入れる硬いヒアルロン酸と違ってプルプルのまま維持してくれるヒアルロン酸を下から打ちます。入れてますよ。唇入りました。上も入れます。失礼しますね。刺します。ぐーっとヒアルロン酸が入ってますよ。はい、完成しました。いかがでしょうか。お直し1回でしたらまた形変えることもできますからね。はい、ありがとうございました。